はい、いらっしゃいませ。お声ようこそ。本日もご来店ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。さ、今まで21年間どうもありがとうございました。北欧の斉藤豪社長、自ら店頭に立って接客します。今月、北欧最後の1店舗が閉店し、43年の歴史に幕を下ろします。多くの人を虜にした味と品質にこだわった焼きたてパン。ここの塩パンが大好きだったので、最後の店で閉店、すごいちょっとショックでした。今パン値上がりしてて結構高いので、いや、すごいお値段も手頃で美味しくて、閉店になるまでは買いに来ようかなと思います。閉店が決まった後にも途絶えないお客さん、それが社長の決意を後押ししました。やっぱりここは潰しちゃいけないのかなっていう1979年に創業した北欧、最大で37店舗を構え、道内を代表するパン専門店に成長しました。その礎にあるのは、こだわり抜いた生地です。上級の、一等粉、強力粉に、薄力粉をブレンドしてます。一般的な生地よりは、卵ですとか、いわゆる業界の言葉で言うとリッチな生地で、はい、作っています。その生地をベースに8時間の手間をかけ生まれたミルクパンのプルニエが北欧の原点です。もともと北欧といえばこのミルクパンのこの1種類しかなくて、酪農国北海道ですから、それにちなんで。そのお味は、皮も生地もふわふわです。そしてほんのりした甘さが癖になります。しかし競争が激しくなる中、2001年頃から経営が悪化。店舗数を減らしましたが、新型コロナウイルスが追い打ちをかけます。やはりそのコロナ禍になってね、これはもうどうしようもないもう状態で、もう定年店をまずもう閉店せざるを得なくなりまして、最後に残ったのがアピア店なんですけども、アピアさんのいろいろちょっと救済の処置を取っていただきまして、一時前年比 30% にまで落ち込んだ売り上げも、原価率を徹底的に管理し値上げをせず、接客の改善などによりわずか1年で 150% に V 字回復。しかし3月末の契約満了を機に退くことを決めました。今回そのけじめというところで、3月22日というところで、閉店ということに至ってしまったと。今月9日、張り紙で閉店を知らせましたが、閉店だって聞いたんで、ちょっと今日寄ってみて、高校生の時とかに学校帰りに買ったりとかしてた。パンには家族との思い出が詰まっています。子供がもう亡くなったら買って帰ったな、ちょっとね。丸いやつでトマトのこうピザ風のがあるんですけど、ちょっと亡くなった母が好きだったので。娘は全然知らない世代なので、今その懐かしい話をしながら、昔からあったパンこれだわとか、これは知らないわとか言いながら買い物してました。 SNS などで閉店を聞きつけた多くの人が店を訪れています。工場もフル稼働し、1日4500個ものパンを製造しています。その次の木曜日ぐらいからお客様が2割増え、土曜日にはもうそうですね 160% ほどいって、日曜日はもう 220% くらいで、トマトをちょっと買い回した中にも、わざわざ遠方から来たんだよっていう方もいらっしゃったりだとか、やっぱりここは潰しちゃいけないのかなっていう斉藤社長、ファンの熱意に後押しされ、新たな北欧を作り上げることを決意。従業員もその思いを受け止めています。ここまでプラクト文字にしましたから、
くじけないタイプですから社長は、はい、新たな北欧のイメージを尋ねると、たくさんいただくんじゃなくて、多くの方から少し の儲けをねいただくようにすることで、まあ、その地域貢献が喜んでいただけるんだったらそれもいいなと思いますし、現在新店舗探しと新商品開発へ向けクラウドファンディングの立ち上げなどに奔走する斉藤社長、4月中旬にもまた札幌で新たな北欧のパンが食べられるかもしれません。